鳥取、花回廊西建てから大山をバックにフラワードームを見る南部町は鳥取県の西部に位置する町。南部町役場は、保正寺庁舎、天一万庁舎の二庁舎にて構成される。役場の各課は、両庁舎に分けて配置されている。庁舎ごとの代表電話は2004年10月末で廃止され、各課への直通番号にかける必要がある。 西白地区海県築鉄道路線はない。最寄り駅は西日本旅客鉄道山陰本線、堺線与那子駅となる。かつては日の丸自動車発祥寺電鉄線が与那子駅手間駅発祥寺駅間の 12.4km で運転されていたが1967年に廃止された。高速バス一般路線バス小説南部町の南部とは西白群南部の91河村。 旗郷村、久さの村、五千国村、常実村を南部地域と呼称してきたことが由来。南部町立南部中学校の南部も同じ由来である。2004年10月1日の合併により南部町が発足した。このため、住所表記が以下の通り変更された。また、大技は表示しない。市外局番は0859となっている。米子市、ひえ村。 南部町、宝器町の一市二町一、村全域の郵便物の集配は、米子郵便局が行う。ありがとうございます。